笠岡市金浦地区の伝統行事押しグランゴは源氏と平家の船の戦が起源とされ、市の重要無形民俗文化財に指定されています。競い合う2隻の船には旗が掲げられ、赤を平家に、白を源氏に見立てています。それぞれ6人が乗り込み、およそ500メートルの区間を勇壮な漕ぎ比べで競い合います。押しグランゴは新型コロナの感染拡大で3年間中止されていて、4年ぶりの開催とあって熱のこもった声援が響いていました。よく復活したなと思う。これまでね、やっぱ伝承していかんと薄れてくるからいけないと思う。かなり練習さしないとできない、大したもんですよ。4年ぶりに、開催したんで、すごいちょっとブランクとかがあったんですけど、すごい全力出し切って漕げたんで、よかったと思います。保存会では地元の若い世代に伝統を引き継ぎ、今後も祭りを残したいと話していました。